皆さんこんにちは、ロックバンドソルフェイのボーカルギター大原慎一です。あの、ね、この番組ねちょっと見ていただいて ありがとうございます。この番組はね僕が見つけてきた面白いバンドさん、かっこいいバンドさん、または面白いお店ね、特に東京町田中心でちょっと紹介してるんですけど、を紹介するというね番組、ソングオブソングスチャンネルという番組です。ぜひ短い時間ですけどお付き合いください。で今回はちょっと僕のバンドソルフェイともすごくね縁のある、アクセサリーブランド、アクセサリー中心のブランドのブランド Y の代表武藤優太さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。今回ちょっとちゃんとなんだろう、皆さんに紹介したいなと思って今回来てもらってるんですけど、まずブランド Y っていうのは、まあ、アクセサリーの話からまずいくと、はい、ブランド Y っていうのはまあ、ぶっちゃけどういうブランド気持ちでやってるバンドですか。どういうふうな形で今やってるんですか。ブランドネット販売とか、ネット販売とか、あと、うん、まあどういうブランドなのっていうのが多分聞きたい、知りたいと思う。ぶっちゃけ、まあだからその、うん、ね、お客様に対してお客様の中にあるもの、うん、気持ち、感情、うん、信念、うん、ね、そのあとはもう形にしなくてもなかなかやっぱりそういうきっかけってなかったりするじゃないですか、うん、あ、自分がこういうものをつけたいなつけたいなと思った時に、例えばまあ結婚とか、うん、でも何でもね、うん、身内の方が亡くなっちゃったとか、うん、まあ例えばね、例えば、うん、とか逆にね、自分の仲いいやつが、うん、就職が決まってとか、まあいろんな意味で旅立ったりっていうね、うんうん、時にその感情とか、こいつに記念になんかあげたいな、うんうん、とか、または自分の記念に残したいな、うんうん、で多分ね、そういう時に、まあ、なんだかんだの莫大なね、うん、そういうなんかイメージを浮かんでくると思う、うんうんうん、でもそれはなかなか形にできない、うん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 、それを、まあ、俺自身が変わってやろうかな、うん、ほいほい、例えばそのね、うん、相手にあるイメージ、うんを伝えてもらって、うんうん、で例えばそこでモチーフが出てくる、うん、フェザーだったフェザーとか、うんうんうん、それは莫大なところから、うん、あとは俺の中身、今まで培ってきたものの引き出しから出して、ね、こういうデザインじゃない、うんうん、こういうデザインじゃないしたら、これもっとこうした方がいい、うんうん、だからもうだから、うんうん、プロデューサー、うんうんうん、監督っていうのはお客様自身、うんうんうん、俺はもうそういうスタッフ、うん、なんかそこがあれだよね、よくある通常のブランドっていうものとすごくこう違う点というか、自分がこれ作りました、この新作作りました、うん、それを新作作ったのを、はい、じゃあ売りますよって売る、うん、多分それが普通のブランドのやり方で、うん、でもブランド Y の場合はもう一つ一つが全部オーダーメイドで手作り で、うん、でお客さんがどういうものが欲しいかっていうのを徹底的にリサーチして、それを形にしていくっていう、うん、もうとことんリサーチする、とことん、うん、これでいいんじゃなくて、うん、これがいいって言わせたいから、これがいい、うん、ね、もうだからそういうスタイルでまずそのブランドをやろうと作り出したきっかけというか、まあ、そのシルバーを作り出したきっかけっていうのはじゃあどういうきっかけ。きっかけはもう自分がつけたいものがなかった。あ、自分自身がその、もともと俺自身はアクセサリー好きだから、うん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 、でも自分でつけたいものはなかった、うんうん、じゃあ作っちゃうか、じゃあ作っちゃうか。それでまあ言ったら、でもあれだよね、いきなり何もアクセサリーの作るとか知識がなかったところから、じゃあやろうっていうことになったんですよ、うんうん、それで何だろう、実際ぶっちゃけいくつぐらいの時からアクセサリー作ってる。シルバーを作り始めたのは21、うん、シルバーをっていうことは、それ以前は、うんうん、もうパーツとかを買って、はい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 、組み合わせてって1個作るとか、はいはいはい、パーツとかって言ったらなんだろう、分かりやすく言ったらあれ、東京ハンズとかに売ってるような、うん、アクセサリー屋さんに売ってて、アクセサリー屋さんっていうのがアクセサリーとしても出来上がってるものを2、3個買ってきて、うんうんうん、これのこことこれのこことこれのこことっていう感じ組み合わせて作ったりっていう。それはもう本当に中学生ぐらいから、はいはい、あ、じゃあもう本当昔からアクセサリーが好きで、うん、物にを作るのが好き、うんうん、なるほどね。ちょっと一個はい、その一つ、これがいいですね、これをちょっと、はい、紹介してもらって、ここにお、撮れたかな、撮れてるかな、よ、うん、かっこよく撮れてますね。
これなんかもね、ここのフェザーの作り込み方といいますか、うん、すごい綺麗だよね。ありがとうございます。こういうなんて言ったらいいか、この一つ一つ、これはどうやって型をつけていくというか、形を作る。フェザーに関して言えば、うん、まず板を叩いて作る。銀を固まってるものを叩いて伸ばして作っていく、うん、自分で叩く、ハンマーで。ハンマーで、うん、めっちゃ硬いんじゃん。硬い、何それ、銀だね。うちのはもう銅混じりじゃない、銅混じりの銀だから、亜鉛混じりとかのその辺のと違うから、うんうん、多少硬い。硬い、うん、で、それにあの針金みたいな線を溶接、ロウ付けして、で、自分でその上にくるくるこう巻いて、うん、で、もうフェザーの原型みたいなのをそれでできる。はぁ、あ、で、今度フリーハンドで自分で削っていく。で、自分でカットして、まあ、糸の子だったり、うん、糸の子で、ね、切ったりして、うん、形を作っていく。じゃ、もともとは一つの銀の塊だったのを、うん、もう叩いたり伸ばしたりカットしたりしながら一つの形を作り、削り出していくというか。うん、ちなみにこのここの土台になっているこの輪っかの部分と、うん、このフェザーのこの型、これは別々に作る。全部別で作る、うん、でそれを腕の部分は腕の部分、石が乗ってる台は石の台、うん、フェザーはフェザー、全部別。じゃこの腕の部分も一つの銀の板を、それは銀のそういう四角形の線が入って、はいはいはい、それを自分で形を整えて叩いて曲げていく。はあ、結構手間がかかるんですね。まあ、そりゃ。いやで、まあ僕はこれ左手にしてるけど、うん、ね、左手にするようにこう見るとね、ちょっとこう、あの、ね、角度が違うんですよね。多少この R がね。あ、うん、あ、本当だ、少し違う、うん。人間の手は綺麗な楕円じゃないから、うん。ちょっとこの指輪みたいなのもちょっとこのカメラの前に見せてもらえたら。はい、いや、皆さん見えますこれ、この細かい、すごい、これかっこいいね。まあフェザーはだから俺がもともと好きっていうのもあって、うん、まあ、うちの代表みたいな、うん、定番みたいな。まあでも今の話だと、ここにこれつけてるものを、はい、もう大量生産してるんじゃなくて、うん、これを本当に欲しいものを聞いてそれを作って形にしていくって、うん、すごい取り組みだね。すごいプロジェクトだと思う。だからね、うん、1000円もらおうが、うん、1万もらおうが、うん、10万のもらおうが、うん、気持ちは一緒だから、一切手は抜かないし、うん、逆にお客さんがね、1000円だろうが1万だろうが10万だろうが出してもらった以上はね、受け取った以上は自分が納得したものしか出したくないから、うんうん、やっぱそういうところのなんていうかこだわりというか、うん、そこがもうすごくやっぱり僕もあの見てて一つ一つに出ててすごく好きです。ありがとうございます。これもね、そうです、これも作ってもらいました。この十字架もそうです。これもギンが溶けました。赤いね。おー、冷えてきた。お、これが元の。本当ですね。こっから作っていくんだ。そうですね、まだここですね。これが元の、入れたら、銀の、すっげえ。それが、あ、輝きが。輝かせるように見せようかね。おぉ。案外、えっていう感じ。例えばね、お、それはなんていう道具で、これルーター、これルーターね、ルーター、そう、
いや、もう汚いな。じゃあまず、ほう、研磨剤ですね。うん、研磨剤をつけて、これ取っといてるじゃん、元。これが銀の元の元になってるやつ。てか銀だね。そうですね。うん、結構擦る。そうっすね。おお。その擦ったところだけがものすごいこの輝く感じ。ああ輝いてる、すごく輝いてる。そうですね。いやー、これがブランドワインの作品に変わっていくわけですな。そうですね。いやー、すごいね。例えばこれとかも、そうだからみんなね、えって思うんですけど、これこの台は何なの？金床。金床。鉄の塊。だ俺の右手に昔落っこってきたよ。うわ、これがそうなんだ。そう、あのバタンと落ちた。でそれで骨折った状態でライブしたというあの伝説の。そうですね。前にもらう。おお。はよ。炙って熱せられた銀をジュッとつけて。これ硫酸ね。銀。硫酸。うん、ちょマジ危ねえやつ。いや手入れていいです。薄いやつは。ああなるほど。だこれあるじゃないですか。これも。まず叩いて。あの板にしてるんですよ。ああそれそっから曲げていくんだ。いやまずこれ板にしなきゃいけないんで。いや、この部分だよね。あ、ちょっと待ってね。この部分だよね。これ、この薄い板、はいはいはい、作るのがこれを叩く。え、結構な重労働。そうですよ。だから俺全部痛めたんだ。なるほど。じゃあ、僕はね、今度からあのソウルオブフェイスの走らないようにしないといけないっていうね。大丈夫です。こんな感じですよ、俺の仕事って。なるほど。一応ね、あの今日あのものすごいラフな格好なので本人は映しませんが、ああこういう仕事をやっておりますということでね。じゃあちょっとあのアクセサリーの話ともう一つの、はい、武藤優太の顔というかねありまして、実はミュージシャンとしても相当やってこられてるっていうね。まあ、そうですね。っていうかあのぶっちゃけて言いますと、ソルフェにベースで入ってもらってます。はい、メンバーとして、はい、で、お世話になっておりますね。で、もともとはギタリストだった。そうですね。まあ、今でもずっとそうですよ。今でもで、うん、うちではベースを弾いてもらってて、で、ぶっちゃけね、ソルフェイン のベースのプレイに関しては動画上げてますんで、そっちの方にちょっとリンク貼ってるんで、それちょっと自分の目でどんなプレイヤーか見てもらいたいんですけど、ソルフェイン以外にももう一つ、うん、あのバンドやってるということで、そっちの方もちょっと紹介してもらいたいなって。メテオロっていう。うん、まあ、ギリシャ語で流れ星っていう意味のユニット、ユニットなバンドっていうかユニットだよね。うん、まあもう一人のね相棒っていう最強の相棒の青木宏っていう、うん、そいつがだからもうあのアコースティックギターとボーカルを取って、うん、で俺が12弦ギターまたは6弦の普通のアコースティックギターを弾いて、うん、っていうユニットになるのかな。意外や意外、アコースティックユニットっていうね。しかも青木宏もすごいなんかこう、うん、声が綺麗というかね、うん、あの
ヒロシの綺麗な声と綺麗なメロディーの曲に、武藤君のその12弦ギターとかの、あの単音弾きの綺麗な響きが、アルペジオの綺麗な響きが入ってくるっていうね、ね、基本的にはなんか、ないから作ろうから始まって、うん、そして今それを作り続けてきてるっていう、うん、クリエイト し続けてきてるっていう、ね、そういうところで。みんながいるから続けてこれる。ソルベルもよろしくお願いします。じゃあ、それよろしくお願いします。そのわけでね、あの、ソングオブソングス、チャンネルね、ソングオブソングスチャンネル第3回の放送でね、今回、アクセサリーブランド、ブランドYの代表、武藤優太さんに来ていただきました。どうもありがとうございます。